俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは韓国と台湾の関係をご存知ですか？今まで韓国の方が経済的に上回っていましたが、最近は韓国が上昇傾向にあります。しかし未だに台湾は経済が下、自分たちが先を行っていると考える韓国人も多いのは事実です。今回ご紹介するのはとある日本の女性。彼女は一緒に台湾旅行に行った韓国人の傲慢な態度に呆れ果ててしまいます。そんな彼女に救いの手を差し伸べたのはまさかの台湾人。一体彼女に何があったのでしょうか？どうぞぜひ最後までご覧ください。私の名前は鈴鹿。日本の静岡に住んでいる27歳よ。普段は介護職員として働いているわね。そんな私の趣味は台湾の台湾独自の手作りドリンク店や食べ物屋を巡ること。みんなは台湾のドリンクって何があるか知っている？有名なのはタピオカミルクティーとかかしら。台湾には数十年にわたり営業を続けているお店もあれば、一部の地域のみで展開しているチェーン店なども多く存在しているの。他にも甘党の人にとっても台湾には気が遠くなりそうなほどの種類のパイやデザートが豊富にあるのよ。私が二十歳の頃初めて台湾に行ったんだけど、そこですっかり気に入ってしまって、私はお金を貯めては台湾に行くようにしていたわ。普段は友達のミカと一緒に遊びに行っているの。ミカは私の幼馴染で、地元でカフェを経営しているわ。いつものように私がカフェに訪れたら、ミカの横には見慣れない女性がいた。誰だろうって思ったら、その人は最近アルバイトで入った子らしい。彼女は韓国人のチェンミさんと言って日本に移住してきたんですって。年齢も私たちとそんなに変わらない。そんな彼女も台湾のタピオカとかドリンク系が好きみたいで、すっかり私は打ち解けたわ。鈴鹿、今年はこの子も一緒に行きたいって言うんだけど、いいかな？ある日ミカにチェンミも一緒に台湾に行きたいって言うから、一緒にどうかって提案されて、私はすぐに OK したわ。だって美味しいもの巡りには人が多い方がいいだろうし、それに甘いものが苦手なミカにいつも付き合ってもらってばっかりだから。いいよ、チェンミさんも一緒に行きましょう。私は一緒に台湾に行くのを楽しみにしていたわ。でもあんなことになるなんて、この時の私は思いもしなかったの。だって台湾に旅行に行って初めて、お前ら二度と来るななんて言われるなんて、そんなこと思いもしなかったもの。静岡空港からタオユエンに着いた後、私たちはいつも決めていくところがあるわ。実はタオユエンはいつ訪れてもイベントは盛りだくさんなの。特に中暦観光夜市は、私とミカは毎回訪れるたびに足を向けてるわね。グルメ屋台からファッション系まで幅広く営業していて、私もミカも毎回この市場に行くのを楽しみにしているの。今回はどこを見て回る？そうチェンミさんに聞くと、彼女は少し地図を見ながら困った表情をしていた。もしかして夜市に来るのが初めてなのかしら。それだったらどこに何があるかわからないわよね。私とミカはお互い顔を見合わせた後に、じゃあ私たちが行きたいところ案内するねって言ったの。中暦観光夜市でおすすめはパイグースーだと思う。これは私の好みになっちゃうんだけど、パイグースーってのは揚げたスペアリブのようなものを想像すればいいかしら。唐揚げのような見た目なんだけど、豚肉を使用しているの。普段は麺料理に入れたりするんだけど、この夜市ではなんと食べ歩きができるわ。スパイシーな味が人気でね、いつ来てもこの屋台は大行列なの。私とミカは2人で並んでチェンミの分も購入したわ。
きっと彼女も喜ぶはず。そう思って買ってきたんだけど。なんでわざわざ台湾に来て豚肉を食べるの？ヤンニョムチキンの方が美味しいに決まっているわ。え？思わずチェンミの顔を見つめちゃったわ。でも彼女は自分の言ったことを気にした様子もなくてね。一瞬聞き間違えかと思って、私はその時は気にしなかった。でもチェンミの行動はそれでは終わらなかったのよ。まず彼女はことあるごとに韓国と台湾を見比べたの。タピオカは韓国の方が美味しいわ。何これ、味薄くない？とか、何これ、韓国のお菓子の方が美味しいわよ。とか、正直何かとおすすめすると韓国の方が美味しいなんてことも話していたわ。母国が大好きで比べてしまうのもわかるし、でもそれを大勢がいる夜市で言うっていうのはどうなの？それに私たちには台湾の料理好きって言っていたのに、いざ来てみたらそんな様子はみじんも見せなかったのよ。私とミカはさすがに呆れてしまった。この子、空気が読めない子なのかな。ねえチェンミ、あなた台湾の料理が好きって言っていたじゃない。どこか見て歩きたいところないの？思わずチェンミに聞いたら、彼女は少し悩んだ後にこう言ったのよ。韓国にある台湾の店しか入ったことないから知らない。それじゃあ比べるのも仕方ないわよね。そう思って、じゃあ有名な観光地とか見て回ろう。そう言って本当は夜市を見て回りたかったけど、さすがに居づらさがあって一度ホテルに行くことにしたの。仕方ない、夜市は後で一人で来よう。こんなに楽しいのがあるのに悲しいことを言うな。そんなことを思いながら私たちはホテルに行ったわ。ホテルの部屋はみんな個室を取ったの。これはさすがにチェンミが疲れるよなっていうミカの考え。私も彼女と一緒はさすがに疲れてしまうから、この考えは本当にありがたいって思った。ホテルの個室に入って、私は明日見て回るところをネットでチェックしたりしたわ。少ししてご飯を食べに行こうってなって、私たちはホテルの近くのレストランに行った。さすがにレストランだし、チェンミも変なことしないわよね。そればかりが不安だった。でも私の不安は見事に的中してしまったの。その日食べたのは台湾でも有名なレストランで、トップシェフアンドレちゃんって方がいるところ、いわゆる高級レストランだったの。私もミカも奮発したわ。1850台湾ドルして、これは日本円で8000円くらいするのよ。それだけの高級料理なんてめったに私たちは食べないけど、焼いたキャベツ、タラ、スービーズソースなどのセットメニューがおすすめって聞いて、私はそれを食べたわ。やっぱり台湾の料理は美味しいわ。私もミカもこの味にとても感動していたの。夜市の簡単に食べられる味も美味しいけれど、この口の中でとろける味はレストランならでは。これならチェンミも気に入るだろうって思っていた。でも彼女はそれに手をつけたのに、何これ高すぎ、韓国だともっと安いわって声を出して言ったのよ。しかも恥ずかしいことに、会計になった時に、ねえ、私韓国人なんだけど、もうちょっと安くできないの？わざわざ韓国からこんなところに来たのよ。そんなことを店員さんに言ってのけたの。正直言って日本人でそんなことを言う人はいないと思う。ましてや高級レストランでよ。しかも安くできないって言われると怒ってしまったくらいなのよ。私とミカが唖然としたのは彼女の食べた後の様子だった。だって食べかすがテーブルに広がったりしていて、食べ散らかし方がひどかったわね。ごめんね、まさかあんな子だって知らなくて。
一緒にミカが汚れたテーブルを掃除しながら謝ってきたんだけど、チェンミがあんな性格でもミカは悪くないわ。私たち二人は会計の時店員さんに謝ったわ。するとお店の店員は苦笑しながらこう言ったの。韓国人のお客様が台湾人を下に見ることはよくあるんです。だから最悪もっとひどい暴言もあるんですよ。って信じられる？私たちは何度も謝ったわ。だって嫌な気持ちになったのは店員さんの方だもの。しかも彼女の暴走はまだあったわ。さすがに一緒に買い物は私もミカも疲れると思って、次の日は個人行動をしないかって相談したの。チェンミは喜んでそれを承諾してくれたわ。ああ、これでやっとゆっくり見て回れる。私はそう思って行きたかった夜市に足を運んだわ。食べたかったものを食べて、好きなものを買って、本当に幸せな時間だった。そしてとある屋台に足を運んだの。そこは有名な胡椒餅が食べられるお店としてネットや雑誌で有名なところ。胡椒餅っていうのはピリリと効いた胡椒とシャキシャキのネギ、熱々もちもちの皮が絶妙な焼いた肉まんみたいなやつ。これが本当に美味しくて、中からとろっと溢れる肉汁なんて最高なんだから。このお店は毎回足を向けていて、今回も買って帰ったわ。で、ホテルに帰ってゆっくり食べようとした時にホテルの受付の方に呼び止められたの。一体何事かと思ったら、何でも私の隣の部屋の人からクレームが多いって。最初意味がわからなくて、私の生活音がうるさいって言われたかと思ったんだけど、よく考えてみたら私の隣はチェンミなの。だって私は角部屋だから。で、詳しく聞いたらチェンミが何度も受付の人にクレームの電話をしているんですって。しかも驚いたことに、隣の部屋に頼まれたとか全て私のせいにする言い方ばかりだって。信じられる？ホテルの水が美味しくないとか、シャワーの温度が冷たいっていうクレームから、音がうるさいとか、そういうどうしようもないクレームまで。確かに部屋を取った時に責任者は私の名前にしていたけど、だからって私のせいにするなんてありえない。すみません、そういうことは言っていないですが、チェンミに言っておきます。なんで私が彼女の分まで謝らなきゃいけないの？正直呆れてしまった。もう彼女を連れて台湾に来たくない。そう思って私は何度もホテルの人に謝ったわ。私たちは2日間同じホテルに泊まっていて、さすがに居心地が悪いと思ったの。チェンミの行動のひどさに呆れて、後半私は全然楽しめなかった。でも最後帰る頃に寄ったとある店でそれは起きたの。帰る前に台湾茶を飲んで帰ろうと思って、私とミカたちはお店に入ったの。とても美味しい台湾茶で、私は店主らしき女性に美味しいですなんて言ってしまったくらい、いつものように美味しくないとか声を上げるチェンミに呆れて、私は謝ろうとした時だった。もうお前ら出て行け、そう声がしたのよ。何事かと思ったら、台湾の女性が私たちの前に来てそう声を荒げたのよ。その人はお店の店主だったわ。さっきから煩わしいのよ。美味しくないなら飲まなきゃいいじゃない。そういう彼女に私が謝ろうとした時だったわ。日本のあなたは謝らなくていいわ。だってあなたさっきから一切そういうこと話していないじゃない。私が言っているのはそこの韓国人よ。彼女が怒っていたのは文句を言っているチェンミに対してだったの。チェンミもまさか現地の人に怒られると思っていなかったみたい。私は韓国人よ、あなたより上よ、なんていう始末。でもそんなチェンミに
台湾の女性は腕を組んでこう言ったの。韓国も台湾も日本もみんな同じアジア人よ。どっちが上とかないわ。嫌ならあなたが出ていけばいいだけ。私たちの国に文句を言うなら二度と来ないで。全くもってその通りだった。チェンミも何も言い返せなくなってしまって、あんなに大げさに言っていたのに一気に黙ってしまったわ。居心地が悪くなって会計をしよっかってなった時だったわ。その店主さんが私たちに言ってくれたの。日本人は優しすぎるわよ。嫌なら嫌って言っていいんだから。あなたたち日本のお客様はすごくマナーが良くて大好きなんだから。って確かにその通りだって思ったわ。私は彼女の分まで謝って、大好きなお店も何軒も我慢していた。でもそんな私たちを見ている人はいるんだって。私とミカはその一言がとても嬉しかったわ。確かにホテルの人もレストランの人も韓国人は嫌だけど、あなたたちは綺麗に片付けてくれて、そんな姿が好きって言ってくれたの。何気なく後片付けとかしていたけど、それが台湾の人には新鮮だったみたい。それから正直チェンミは、そんな私はいつも通りだったのにって泣いていたけど、彼女からすると韓国ではそれが普通なのかもしれない。こればかりは国によって違うからね。私たちは戻ってからもその後何度か一緒に台湾に行っているわ。チェンミは最初嫌がっていたけど、だんだん慣れてくれたみたい。今では最初みたいにわがままを言ったり文句も減ってきた。だってこんな素敵な台湾を嫌いになってほしくない。それは私の願いだから。どうして韓国人って台湾人を下に見るんだろう。あんなに素敵な国なのに。僕が夜市に行った時も韓国人が酒を飲んでいて暴れていたんだ。正直雰囲気が悪くなるからやめてほしいって思ったよ。台湾の屋台って美味しいのが多いよね。その国のいいところを嫌いになってほしくないっていうあなたは素敵だなって思う。韓国ってどうしてそんなに安くしたり騒いだりするんだろう。周りを見てしっかりしてほしいな。皆さんは台湾人には上下関係という感覚がないというのはご存知でしょうか。これは敬語や上下関係という文化があまりないからなんです。友人であれば年が違くても同い年のように仲良くなれる。仕事における規律や礼儀の厳しさも日本よりも少ないらしいです。逆に韓国人は自身を上に見てしまう人が多いんだとか。その違いによって今回のように台湾を下に見て騒いだりする韓国人も多いようですよ。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。